きチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、第4回目は、はい、ロッテです。はい、パリ動いというところでね、まあ、井口さんが、はい、あの辞任して、まあ、その後ね、どういう体制になるのか、この動画が出てる時にはね、はい、もう決まってるのかどうかっていうのがね、分かりませんけども、はい、まあ、どうなんだろうね、うん、これね、はい、だからまあ、今年で言うとね、やっぱりね、一番のロッテの問題はね、はい、もう簡単なのよ、うん、正直、はい、まず外国人に頼らないと勝てないぐらい、うん、日本人としての即戦力パターンの12球団を特筆した日本代表になれる選手が一人もいない弱さ、これです。そう、なんかこう、この人がいるチームだっていう、なんかこう顔の人がいないのよ。だから結局外国人にピッチャーも野手も頼らざるを得ない、はい、その中で野手はね、レアード・マーティンが打てない。だからもうエチェバリアなんて俺去年からもういらないって言ってた、1億円の守備固めなんてそんな金どこで使うんだってね、はい、言ってたんだけども、結局それで不発で、打線としてはもう最後は日本人だけでやってて、はい、まあそれもね、あなかなか爆発力が足りへんと、でピッチャーだって、まあ、オスナ取ってきて、最後ゲレール怪我していなくなった瞬間に8回バタバタみたいな、はい、感じで、もうあのでピッチャーもロメロが帰国したら先発頭数足りひんみたいな、はい、もう外国人に依存しすぎて、下手したら来年の WBC もロッテ一人もいないからね、はい、それは弱いよっていう、だからもっと日本人選手を日本代表ぐらいになるほどにやっぱ育てたり成長個人がしないと、そんなチームはね強いわけないのよ。で、はい、去年一昨年とかね、延長がないっていうところで戦力が少ないところを9回のために爆発的に消えてね、はい、うまく回ったけど、うん、結局平常時になって12回になったら最後らへん延長になった瞬間全負けだからね、はい、だからそこを改善しなきゃいけないっていうところを考えて、はい、まあ、一番やドラフト1位はね、うん、もうこの選手ですよ。あ、もう知ってるんですか。はい、1位はね、1位ドラフト発表してくださいよ、はい、第1回センター希望選手、千葉ロッテ浅野翔吾。おお、浅野くんですか。高松商業高校外野手です。はい、ちゃうかっていう想像ね、はい、あのもう3年間見てるから、はい、俺の知ってますは、うん、想像っていうことを理解してくれてるよね。そうですね、うん、あ、なんか今までのそう3球団このやんなかったですね。そう、やんなかったね、はい、やったよかったね、はい、うん、あ、もう想像ね、うん、あのなんか内部情報リークしてるとか知ってたら逆やっちゃって12球団それバラせたら逆ですよね浅野君いいんちゃうかっていう、まあ、高校ナンバーワンスラッガーという、ね、そうそうね、右打ちでっていうところでね、うん、まあ荻野もね、うん、そんなもんあと何年もできないからね、はい、で山口が出てきて、うん、この浅野っていうところでね、はい、まあ、外野手の長距離ヒッターで足もあるからね、はい、マリンとしてはいい形だしね、うん、でロッテなんてだって球場狭いくせにホームラン97本とオリックスの次に打ってないからね。これあの中日がねホームラン少ないってそれバンテリンドームで広いからって言うんだとまだ分かるんだけど、はい、球場ラグーンできて狭いくせに、はい、っていうところでね、うん、あとはもうあの浅野くんのフルスイングで、はい、こう狭い球場でバンバンホームラン打って、うん、みたいな。だから俺は1位浅野くんがうん、いいんちゃうかっていうね。なんかね、私見てるこの雑誌とかだと、うん、マリーンズ担当の1位予想、うん、田中美希也くんって、うん、これには書いてますね。田中美希也くん、内野手、うん、アジア大。あ、まあ、その選手もいいよ、うん、ロッテが好きそうだよね、はい、足早いからね、うん、でもよ、はい、まあ、中村翔吾が FA するかどうかでちょっと変わってくると思うんだけども、うん、正直、うん、ここで1位2位で内野手取ったら、はい、もうロッテの編成スカウトは脳がないって自分たちで言ってるのと一緒。ほんと私たち能力ありませんって自ら言ってるのと一緒ぐらい、はい、取ったら俺はそう思っちゃう。それなぜかっていうとね、はい、過去近年遡って、はい、ショート野手どんだけ取ってんやっていう。確かにそうですよね。藤岡、はい、ね、中村翔吾、うん、ね、小川、はい、福田、うん、平沢、うん、で、まあ、内野手って池田もそうですね、はい、うん、で、あの今ホークス買った時にチャッターにみたいな、はい、西巻、うん、どうしたんって、こんなに毎年取ってて、うん、で まだ取んの、はい、もう私たちのドラフト戦略下手くそですって言ってるのと一緒じゃん。確かに結構取ってますよね。で誰も来てないんだよ、うん、えどうすんのみたいな、はい、それはもう認めますかみたいな、はい、毎年で、はい、もういいでしょ。そうですね、いやそんなことするから他が薄くなるのよ、はい、そこばっかり取ってよ、うん、だから、まあ、うん、中村翔吾がもし仮に FA で出たら、はい、
取んなきゃいけないかも分かんないけども、うん、いやそれはその取ったやつら成長させるっていう。そうですね、まあ、だから上位じゃなくて下位でだったら分かるけど、うんうん、上位の1位候補とか、はい、もうありえない。お俺からしたらね、はい、でも分かんないよ、チームがどう考えてるか分かんないけど、ね、うんうん、俺はそのドラフト見てたら、はい、そう思うよね、うんうん、だって毎年取ってよ、ピッチャーとかだったら分かるよ、うん、はい、ショートを毎年取って誰も、はい、で挙句の果てによ、うん、占領下になって途中から帰ってきた茶谷が最後レギュラー張ってんだよ、はい、何やっとんねんって話じゃん。いや茶谷が頑張ってるよ、うん、でも何やっとんねんって思わん、普通に考えたら、うん、これはもうそうですね、って考えたら、はい、そ1位2位で二遊間行ったら、うん、そらーダメでしょ。そうですね、うん、であとまあ、うん、やっぱりね、うん、リリーフもオスナとかだから外国人に頼りすぎてるから、うん、そこ残るか残らないかでも戦略変わってくるんだけども、はい、まあ即戦力のピッチャーも欲しい、うん、はい、ところで考えた時に、うん、まあ、もし浅野を口で外したらとか、はい、残ってたらでいいけども、うん、東京ガス増田投手、あ、まあ、2位じゃ残ってないと思うよ、じゃないなんか 1位の消えそうだけど、だから思い切って言ったら1位で増田に行く可能性もある、はい、山口が成長したから、うん、浅野よりも、はい、増田をこの1位で行く可能性もロッテは十分あると思う、はい、やっぱその先発整備っていうところもね、うんうんうん、しなきゃいけないってことを考えたら、うん、まあ、1番でも増田が本命かな、うん、まあ、浅野君もチームとしてはフィットしやすいから俺はいいんじゃないのかなっていうところだけど、石川投手って東京ガス、おじゃあそうですね、そう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 、だからそこら辺が、うん、まあね、その後輩だからね、うん、いい形になるかなっていうね、はい、ところは、うん、まああるかなっていうね。じゃあ、まあ上位ではそういうところに行くだろうと、うん、うん、そうだね、やっぱピッチャーと欲しいよね、うん、で外野も層薄いからね、はい、だからドアだとか俺はもっと使えばダイソーでもったいないよね、うんうん、使えばいいんちゃうかなっていう ね、 でもし中村がいないんだったら、うん、この田中美希也、うん、3位ぐらいで取れんだったら俺はまあ取ってもいいかなと思うんだよ、もし中村がいなくなるんだったらね、はい、うんうん、中村がいるんだったらまあ無理にいらないよね、うん、そうですね、今取ってるやつがいるからね、だから中村がいなくなるんだったらこの田中美希也か山田が2位とかで取れたら、うん、取ってもいいかなって思うけども、はい、もし残留してたらもうそれはちょっとおかしいよね、そうですね、うん、じゃあちょっと、中村選手出たらってところで私の超絶おすすめがいるんですけど、インド、もうゴリ押し、誰、明治大学のキャプテンをしている、うん、村松海斗くん、いいの、もういいですよ、いいの、静岡高校ですから、お、じゃあいいね、地元だから私の後輩ですよ、うん、うん、あのセカンドがまあ主なんですけど、うんうん、セカンドショートできると、しかも走力も速いらしい、そうですよ、うん、本当にあの身長171センチでそんな高くないんですけど、うん、もう本当に3拍子揃ったセカンドっていう感じです、うんうん、で、あの3年の春は六大学野球のベスト前にもなってます、うん、あ、じゃあもし鳥越さんが残ってたら後輩だからね、あ、明治だから、そうですね、岡とかも明治だしね、はい、まあまあ、だから中村が出たらね、うん、あ、いいね、そこありえるね、まあ、それ次第っていうところもあるかもしれないです、ね、うん、だから俺はもう浅野くんか、うん、あの東京ガスの、はい、あの増田くん、うん、増田くんがいいかなっていうところと、うん、はい、まあでもやっぱりピッチャー欲しいよな、整備し直したいもんな、あとは、まあ、地元枠でいうと、うん、まあ、千葉境内の高坂君とかね、回でもしうまく取れたらね、うんうんうん、先生、いないですか、おすすめ、いいの、おすすめはもうぜひとも取っていただきたいのが、アジア大学の青山です、うん、おー、いいの、このピッチャーは国際大会であと一つでドイツのほうが仕掛けたぐらいの大学でもアジア大学で鍛えられてて、うん、何位、何位、ハズレ1位です、1位、おお、だからスプリットと掘れるんですよ、うん、マリンの風スプリット、うん、鬼に金棒なんですよ、うんうん、落ちる、はい、でもロッテの編成的にいけないですよ、うん、大阪地区好きなんだよ、近畿、近畿、だからひょっとしたらよ、うん、近畿好きだから、うん、山田春と近江高校、あるかもしれない、そこに、うん、近畿地区のおすすめの外野手っていいですか、お、多いの、うん、はい、誰、これね、京都外大西高校の西村君って言うんですよ、うん、これね、今まで何々2世、何々2世である中で、うん、その子唯一、王さん2世なんですよ、へぇー、親戚なの、親戚なの、
いやいやいや、普通の俺みたいです。あ、そういう2世じゃなくて、はい、うん、地区大会でも相当打ちました。へそうなん、はい、これも隠し玉なんですけど、うん、ある隠し玉ロッテ、これ大阪近畿地区、俺隠し玉あるよ、ロッテ。そうなんですか。米田翼くん、うん、お一律和歌山高校、うん、松川の後輩だから。うわ、5位とか、はい、6位とかね、はい、下位で、うん、ひょっとしたらピッチャーの、うんうん、あるかもわかんないよね、バッテリーを組んでたと、うんうん、あとは俺ね、キャッチャーも取った方がいいと思う、うん、高校生下位で松川君取ったけれどもいないから、他に他が、あーそっか、あとが今若いキャッチャー、だって松川怪我したね、育てようと思って育たんかったらどうすんねんっていう、はい、ところもあるから。そっか、俺下位で、うん、片野優選手、はい、一律船橋、うん、あー一船、はい、か浦学の高山選手とか、そうそう、浦学の高山選手とか、うん、あとあの聖光学園 の, あの山浅選手、もしくは大阪桐蔭の松尾、うんうんうん、で競争殺上位で松尾くんとか行くかもしれないですよ。上位はないと思うの、うん、だからまあ4位とかで余ってたら高校生のキャッチャーを取った方がいいかなっていうところと、うん、まあ上位は、まあ、1位は俺は浅野くんをおすすめだけども、うん、でも増田行くんちゃうかって思う、うん、だってあの巨人とか阪神が浅野公言してるからね、はい、だから強豪を、まあ、ロッテ強豪引く確率高いんだけど、うん、あるけども増田もまあ強豪になるかも分かんないけど、やっぱ整備したいから1位行くんちゃうかっていうね、うん、だ誰も取れなかったら終わっちゃうけどね、はい、だ中村次第でそのね二遊間、まあ、山田も含めて、はい、もうありかなっていうね、うん、だからまあ中村出るんだったら山田セカンド一本釣りでねいけても面白いかなっていうのがあるよ。もしピッチャー引けなかったらね、はい、初で1位とかで残ってたらね、うん、っていうところかな。二遊間、うん、ロッテはで下位で高校生のキャッチャーを俺は取った方がいいと思うね、うんうん、俺の見立てでは、はい、あの与えられたポジションはダメになった時に劣化が早いから、うん、競争させないといけないから、やっぱライバルはやっぱ当てた方がいいんだよね。そっか、誰かを、うん、そうじゃないとあの育たないからね、うんうん、うまくね。そうですね、じゃあ、うん、松川選手のライバルになる選手を、そうで、そいつが別に勝って、だ誰が出てもいいんだから、はい、別にドラフト1位で取ったキャッチャーが対戦するかどうかなんて分かんないんだから、ね、うん、だからそこら辺も競い合わせて取ってもいいんじゃないのかなっていうところはあるけどもね、うん、はい、増田投手行きそうや、東京はすな、石川もいるしね、うん、そうですね、うん、でも俺は浅野くんもいいんちゃうかって個人的には思う、ロッテ、まあ、じゃあどうなるかですね、うん、うん、はい。